ってたんだよ。何をしてるのって？占いに決まってるやん。不思議の国のアリスといえばハートの女王とかトランプの兵でしょ。だからそれにちなんでトランプ占いをしてるんや。今回は9人もアリスがいる設定だから、うちは占いが得意なアリスっていう設定なんだって。海ちゃんもいろいろ考えるよね。トランプ占いってね、タロット占いにも通ずるものがあるから結構得意なジャンルの占いなんや。タロット占いと同じで、トランプのカード一枚一枚に意味があって、それをもとにいろんなことを占うんや。幸福度占い、相性占いに恋占い。あなたは何を占ってほしい？うちとの相性を占っちゃう？占わなくても相性バッチリなのは分かっているけど、なんて。あなたもそう思っていてくれたら嬉しいんだけどな。